はじめまして、映画監督の是枝裕和です。僕が監督しました怪物、韓国では11月の29日に公開がスタートしまして、今2ヶ月ちょっと経ちましたけれども、めでたく観客動員50万人を突破いたしました。ありがとうございます。もうこれも一重にですね、韓国の映画ファンの皆さんのおかげです。そして本当に素晴らしい脚本を書いてくれた坂本龍二さん、何度も韓国に足を運んでキャンペーンにも協力してくれた主演のお二人、黒川と柊木君、二人もとっても韓国の映画ファンの方たちに愛されて、なんかもうアイドルみたいにキャ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 言われててちょっと嫉妬しましたけれども、二人のおかげもあってこんだけこういう結果にたどり着きました。まだまだ劇場公開も続きますから、この数字がもっともっとたくさん膨らむといいなと思っております。そう言い忘れましたけど、僕の作品は本当にデビュー作からずっと韓国で公開を続けていただいていて本当に感謝しておりますけれども、僕が撮影した日本映画の中では怪物が一番成績だということです。本当にありがとうございます。まだいつになるか分かりませんけども、新作もまた皆さんの元に届けられることを願っております。引き続き怪物よろしくお願いします。ありがとうございました。